それだ俺に敗北はない。炎よ。Reserve select. Round one, fight. Here, Shikino. Hey, ha, ha, ha. Be no strike! はい、じゃあ本日の、キャップハイ、はい、エントリーの方、やりますので、はい、参加希望の方はエントリーの方お願いします。はい、お一人様200円となっております。Select. Select. Round one, fight.遅くなったんですけど、今日のイベントのエントリーを受付してますので、出れる方はよろしくお願いします。開始が遅かったので半には締め切ろうかなと考えています。あと15分ぐらいですかね。Game over. 今日のイベントの受付をしています。再度告知します。出てくれる方はここら辺にお願いします。エントリーの方はそろそろ締め切りますね。まあ、今日は4チームなんで、4チームは少ないから総当たりといった感じで行う予定です。今日はツイッチでの配信になってるんですけど、これ音とか大丈夫なのかな。コメントがないからわからないが、ツイッチをチェックしてる人は少ないのかな。結構知ってる人とかが見てると。あとなんか14の大会も今やってんのかな。今日は4チームの総当たりとして決定しました。今組み合わせを、組み合わせ決めてるというか全部やるんで、総当たりなんで全部やりますので、順番だけですね。でまた参加者が許すなら4位のチームが1位のチームにジュースをまたおごるをやろうかと考えてるんですが、どうでしょうといったところですね。やりましょうの声が非常に大きいですね。じゃあもうじき準備が終わるので、出場する人はそろそろ準備の方をお願いします。1回戦は上から消化かな。太郎 KJ 対フェニックス号からスタートになるのかな、これは。から消化していく感じで、まあいつか太郎 KJ フェニックス号から、はい、じゃあ太郎さんフェニックス、太郎フェニックス KJ 号、もうそろそろ始まります。今のプレーで終了に。マリの遅いんだよねキャラが投げと運ゲーした方がいい。ちゃんなら上り D とか中断じゃないの多分。今日は高田の馬場の方でツイッチじゃなかった、腰つべを使ってるようなのでツイッチになりますが、ツイッチは見てる人あんまりいないのかな。ツイッチはあんまりチェックしてる人いないんですかね。なんか今ちょっと見てみたんですけど、ツイッターでも開始しましたとかそういうのはない、出てないんですよ。なんか帝の総合アカウント見たんですけど、あるならまあリツイートでもしようかなと思ったんですけど。あ、なんだあれ、これどこ？なんか連携的なのがあるんですかね。そうなんですか。でも配信始まってますよね、これ。多分。もう返事がなくて14人見てるっていうなら、まあまあやっぱ始まってはいるんでしょうね。十何人いるんだったら自信なくなってきちゃって、そうやばいんですよね。ちょっと更新してみる。はい、ああなるほど。いややっぱライブで一応映ってはいるんだよね、全然見てねえってことああ本当だ、感動ありがとうございます。画面、声とともに大丈夫ですかね。はい、もうそろそろ始まりますね。今日は KF02UM のイベントです。じゃあ、はい、ゴーさんとフェニックスさんと太郎さんと KJ。今日、はい、4位のチームが1位のチームにジュースをおごるというルールが追加されそうなんですけど、しても大丈夫ですか？じゃあ、ありでいきますか。まあそう、金額的にはね大したもんでもないですね。これ気持ちですからね。じゃあまずは、はい、1回戦太郎 KJ 対フェニックス号から上から総当たりです。今日は総当たりなんで1回負けても気を抜かないように。全5試合、あ6、まあまあそれぐらいっていうか。まあ話し合いでも何でもいいです。その順番と台のコンパネをそのどっちも文句ないように決めてくれれば OK です。お、当てにいってますね。後出しで当てにいけているはい、第1回戦 1P フェニックス 2P KJ。4位になるまで気を抜けない。オーダーセレクト、あと1人しかいないんで。はい、開幕はKasumi対アンディ。初回から死闘ですね。かなり上位キャラ性能との戦い。おお、ゲージを貯めるような行動、アンディは多め。おい、NCのつもりの禁止か。上、通していたのは KJ。あ、ジャンプ帽子をすり抜けて、Kasumiがかぶせていく。まだだがあまりダメージは重なっていない。おっと、画面端に行くも、そこから出ていく。今のところ KJ がかなり優勢。これ状況は非常にフェニックスはまずいが、ここは我慢して悪くない。ガクラさせられたものの被害は小さい。ああ、追っかけてくる。低い。上げ面から銀 D ガーキャンで金返して、おっ、これをガード、ガードでこれを回避、後ろ向き、あー、だいぶダメージが最後入ったところ、これでまだまだやる気になれるかフェニックス。だいぶダメージを取った。時間も当然かなり少なかったので回復量も少なめ。一発中段、裏ロバートというキャラはためキャラなので、こう中段に対しての反応ちょっと遅れがちですね。おっ、見せてしまう。見切り発進の前 B2 回目重ねる。ガード不能、ゲージを使われてダメージはもらったものの時間多く残したので結構回復して、状況は実は悪くない。むしろ裏ロバ有利かこれは。おっと、ちょっと間に合わない。対空が出ないが、依然裏ロバートが画面端に詰めて状況は有利か。遊撃、あー、かするかするかすらない。残り体力わずかだからガード、ジャンプ攻撃から十分なコンボ。 K ダッシュを落とす。これは状況は立て続けにまだいいまま、0の後半。ネーメスは特にゲージを食うキャラなのでこの状況は厳しいと言えるが、勝つためのビジョンは見えているか。どちらもガード、エンディ一発。おっ、これためキャラなので後ろため前が出てしまう。歩き大キックでためが出てしまいますね。ネームレスが少し回収しつつ1人破ってきた。こうなるとフェニックスがもうヒヤヒヤするところでしょうが、開幕弾に絶で合わせてきてゲージを払ってきましたね。長期戦を望むといった感じでしょうか。おっ、昇竜無理やりぶち当てて2回一発。お互い大体ゲージをいつも持ってることが多い2人ですが、ここは割とカラカラなのでどういう流れになるか。お、近い前、下でガードして位置を入れ替える。乗っかってくるが、ここはガーキャン位置払って長期戦の構え。私ガード急降下絶勢ガード一発が入らない。ちょっと遠いか。これはどうなる。逃げダンプ A、 守りきったフェニックス1勝。まずフェニックスが1人倒し、大将の太郎を引きずり出します。では霞同キャラ、開幕から太郎霞かな、当て身取りに来たのはですね。これと同キャラなんですが、今回は赤フェニックスの緑が太郎になってますね。上、これもう間に合わず当て身、足払い、小鼻投げ、こう打撃がそれぞれ強いので、それで当て身がやはり、当て身というか小鼻投げがさらに裏をかいて強いですね。相手を固める性能が非常に高い、打撃が強く、固まると駒投げ、分かりやすく強い戦法。おっ、正面まで行って後ろに回る。ちょっと待って、みああ、フットワークを生かしてるか。やっしー当てた。これは一発、当て投げ、当てられ投げ、ちょっと残る。ジャンプ D よりもそうですね、投げの方がダメージが低いですね。霞のパワーです。キャラによっては多分投げより減らないキャラもいますからね、大攻撃でも。上、これはちょっと欲張ってしまうか。痛いダメージを避けた太郎、これは美味しい。おっ、なんとも言えない。レイスピンなどの運ゲー、ほんとなんとも言えない。しかし最後の一発、クーラは当てやすい、とても当てやすいですね。当てやすいがために霞ヶをやっぱり無理をしたいと考えてしまいますね。状況はほぼ五分のまま、中堅中段で当て逃げ。いやー、レイスピンがでかい、引っかかる。中段、ここはガード。クーラのペースにやはりなりやすいカードですね。ここはこうフットワークの差がちょっとでかい。ロバートはちょっとそんなにフットワークいいキャラではないので、かなりでもうまいこと使わせて触れてますね。でかいのが欲しいところだが、その隙を作り出せるか。冷たい。下がっていく、対応する弱小竜終わりしい。あー、フェニックスがつまらないとぼやいている確かにこれはつまらないでしょう。全然ターンが回ってこない。あとはパオ1人、苦しい。もうクーラーを倒すのにも持ってるゲージとかを使い切るレベルで苦しいでしょうね。なんとかして、しかし大将まで回さないといけない。 MCD、 これはダメージ、いいダメージになる。中距離で頑張るとやはりクーラーの通常技に負けてしまうので、こう遠距離からのヒットアンダーウェイなど、そういう戦法を取ってきてますね。今はくぐって当てにき、あ、1当てに来てる、うまい。クーラーの残り2割が遠い。いやー、怖い。抜けた、投げられて。いやー、しかしパオの受け身が遅い。最後はフリーズエクスキュージョンで削り狙いですが決まりました。太郎の勝ちで大将戦に。準備できたら OK です。始めてください。大将豪対太郎、どちらにまず1勝と1敗がつくが、ゴーガーは結構キャラを変えるイメージですが、今回選んできたのはジョン・キングネームです。あ、これがどうなるか、どう出るか、このキャラ戦。おわ、乗っかる、重ね当て。あ、お、間に合ってはないのかな、どうなんだろう。しゃがんでくらってはし、カウンターじゃないから多分。くぐって足払い。うわー、すごい技強え。姿勢が低い。重ね当てもいちいち強いですね。シリドロネード、足払いにガードキャンセル CD でフィニッシュ。少しダメージを取り合いはしてたんですが、霞がこうちょっと終始リードで、そこそこ時間があったんで回復しましたね。難しい投げを抜ける。あ、ジョンに転ばされるとやはりヒヤッとするので、こう転ばされないようにこう細心の注意を払って動いてますね、太郎霞。上がきつい、上がきつい。1ゲージ、1ゲージというか発動払ってきた。ディレイ前で中断。これは状況が非常に悪いですね。あまり溜めれるキャラでないのでゲージがない。こう上から思いっきり当たる。めり込んで当て身取れなかったか。うわー、すごい C で暴れている。ジャンプ第1位。あ、ネームレス相手のこう主勢になった時は何が正解とも言えないですね。まずは一発、これ黙らせて中断を決める。しかし払ってしまう。しかし払わないと倒せないでしょうね。中堅の黒田ダイネーメス、この状況だいぶ苦しい試合になりそうだが、ベースです。いやー、バックステップから昇竜、さらに離れていく。画面端のベース、リターンが高い。ちょっと溜まったゲージをさらに持っていく。このクーラーは恐ろしいキャラだ。ゲージがなくなってしまう。端数丸ごと持っていってしまった。怪しい距離はすぐ離れていく。ダッシュに合わせて厳しい固め切って太郎の勝利になります。ナルトヤチとうちのチームではい、準備ができたら始めて OK です。まあ、最初、試合をしないのでこうしゃべることにしましょうか。はい、 OK です。始めてください。先に座ってきたのは鷲宮対ナルトになりますね。ゲーダシ対霞。あと引き付けがちょっと難しい。霞のジャンプ D が薄いので当てていく。ゲーダシュ速いフットワークを生かして左右に振りたいが、前に来たところを霞が取ってくる。ああ、前転見ている見ている。鷲宮側もまだ十分に気力はあったが、ジャンプ CD が安易を超えてくる。このジャンプ CD が攻めの起点を作るのにすごい強い技なんで、個人的にはジャンプ大キックよりも評価高いですね。ジャンプ CD がおそらく一番強いんじゃないかとそれは思う。ああ、遠い。逃げじ、これが痛い。大スピン着地を投げる。あ、間に合わないが、これが攻めのペースを乱してしまって当たりやすい。投げ暴れ、ナルト側が通す。あ、残り 3C を噛み合ってしまう。3C に噛み合ってしまう。ジャンプ D 残り1枚。草薙にも対象適性はそれなりにあるキャラですが、この状況苦しい。足払い、ああ、触れに来た。早めのジャンプ D。 ああ、駒投げダウン回避取った後は投げ無敵がないので即出せますね。置き攻め投げから、ああ、見せてしまうか。投げが速い。後ろからの禁止。ゲームオーバー。はい、じゃあ、ちょっとキャプさんが対戦入ったんで、俺とかやってマイク変わります。ナルトさんが今霞で勢いづいてて、そこにキャプさんちょっとね、今回もちょっと霞がちょっと火を吹いてる映像が多々見られますけども、そこはご愛嬌。さあキャップさんは K 草薙クリス、ナルトさんは変わらず K ダッシュ霞ネームレス。順番は今度ナルトさんは初手を K ダッシュにしてますね。さあ K ダッシュ K ダッシュ、同じ K ダッシュといえどもだいぶこう毛色が違う、動きが違う感じになりますね。やっぱこう人によって、向いてる意識がだいぶ変わってくるんで。さあナルトさんが今画面端のくぐりは勇気がいるんですけどリターン取れてますね、しっかり。さあ置き攻めで前 B はガードする、1割5分をから5割ぐらい持ってかれる。さあアインブラックで翻弄して、まず初手対決を取ったのはナルト。キャップさんの方は続いて出てくるワクサナギ開幕ヒートドライブ暴発するが当たって美味しい BB アインシャラー。さあじっくり見て88式からことづき。さあジャンプ D 大きいですね、ジャンプ D の判定大きいんでギリギリ当たる速さ高いところで出して、なんとかキャップさん傷をそこまで深い傷を負わず、まあでも3割ぐらい減ってんのか。さあしかし草薙はゲージさえたまれば高いダメージがね期待できるんで、これはナルトさんの霞の方も今までのようには強いなんとなく出したのが残ってて当たってしまう。さあ D9 から置き攻め、霞はねこう置き攻めされると結構厳しくなってくるんで、ここキャップさん狙いどころですね。さあ固める固めて、さあコロンは通してしまう。さあ画面端の攻防、なるべく逃がしたくないキャップさんと逃げたいナルト。しかしなんか C こすりしてうやむやにして、キャップさんは対象クリスですね。さあ高い、あんなのもういいっす。さあジャンプフット入ってなんか一つ追い打ちするのかなと思ったら最大決めてきた。さすがキャップさん、もう幾度となく見たこの表クリスとネームレス、ネームレスの3ゲージですね。まあ十分でしょう。うまいくぐって、さあ置き攻め重視のジャクサマー。さあキャップさんはネームレスのね火力にひるまず前の方に行く、そう決してこうじっくりやる感じではなくて前に行く。さあ1個打ってって3ゲージもう圏内ですね。ネームレスの方は一発何か当たれば相手を粉砕してしまう火力を持ってる。さあ緊迫打ってくわ。さあこれで入れ込みだった、ちょうどキャップさんさすがに勝利強い。鷲宮がもう相方飯美味しすぎてうめえって言ってる、美味しいっつってどんどんいけるよっつって何杯でもいっちゃうよって。さあここでナルトヤチチームのヤチが出てきて、大将ヤチ、いや今いい試合だったな。いやでもあそこでちゃんと結果出すのはキャップさんさすがですね。さあヤチの方はクーラー K ダッシュネームレスの順番ですね。この K ダッシュクーラーの対決もちょっとねこういろいろあるんでね、ヤチはだいぶ K ダッシュとの対戦回数もね試行回数もやってるんで、まあでもキャップさんもやってるんでね、まあどうなるだろう。さあまずダメージ体力リードしてるのはヤチのクーラー、金髪クーラーがポロンを取られて、さあガクラからおっとすごい、あ珍しいキャップさん、バイツループなかなかミスらないんですけどね、ここでちょっとミスってしまう、これが大会の怖さ。さあ今の高さは生なし。いや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 、まあね、さあ2番手出てくる草薙、ちょっとね、K ダッシュでゲージを吐いてしまったところもあるんで、0ゲージで草薙。さあ今のところは読み合いですね。レイスピンの後追撃を出してうやむやにして、そうあれ レイスピン出してそのまま止めると 3D 88機がね確定するんでね、ここも確定ですね。今ヤチのクーラーの方はバイツクローバイツをスーパーキャンセルして、消費の方につなげたかったところがちょっと出なかったですね。で出ないと反撃されてしまう。うまいアイントリガーにリスクを負わせる。さあ珍しい、あれたまーにあるのがちょっとねここで起きてしまった。下 B からねアインも入ってなかったね、アインも入ってなくてセカンドも入ってないって感じですね。さあくぐって、いや圧を与える、上から行って、うわ上を見てる、自分は上から行くが相手は上から許さない、よーく見てた今のところ、うんと自分は飛んでいいけど相手はダメっつって。さあしかしヤチはもうネームギドラって言われるぐらいネームレスがねすごい動きいいんでまだ全然ありますね。さあ一発入って2ゲージ入ってしまったが草薙を倒す。さあ再びナルトさんの時のように対象対決でクリス・ネームレスですね。さあ今度状況的にはキャップさん側がゲージたくさん持ってるんでね。さあクリスのしゃがみには前火当たらずスタンプループ、まさかの、わあすごい、あわや10割持ってくとこだった。さあここで一旦もう全部吐きましたね。これでここからですね、最後の勝負読み合って、今そうっすね、おそらくガーキャン前転ですね。そこをヤチがバックステからフルコン決めて勝利。ゲームオーバー。はい、連戦になりますが、太郎 KJ とナルトヤチで次はやります。じゃんけんなどでコンパネなどを決めてください。1試合目は 1PKJ の 2P ナルトになりました。オーダーセレクト。初手と大将は一緒、中堅が霞と表グイスで分かれている。開幕がイシェル、シェルが当たって大バイツのパンシオガード、これが痛い。流れで一気に6割か。あー、再びパンシオを避けて P 勝ちか。まず1人倒して、この流れマイナス1以上にでかい、ゲージまで減ってるので、減っているというか差ができているので、ね、おっ、だがあの位置はちょっと追撃が難しい。固めてダメ足、おおすごい、上愛知すごい、早く動こう早く動こうといった感じになっている。あ、1当たらない、上シェルからヒート、立て続けに飛びが入りいきなりあと1人まで持っていかれてしまう。ないんで浮いて大勝利離して、これは間に合ったか、出せなかったか。大ミリッツ、びっくりする大ミリッツ強い。苦しい。大昇龍無理やりやって飛び越しから大昇龍、初手とまああんまりやってることは変わらないが、今度は当たっている。少しゲージを回収して中堅に、しかしまだ大幅不利だがどうなる。下段 CD から逃げられて、おー、当たりに行ってしまう。大将に巻き込んでキヨパン、ここで払わない、払わないと当然霞がもう怒るでしょう。これはしかし車高も遅い。らしきる選択を間違えたが、そのまま続けてナルトの勝ちになります。ゲームオーバー。大将は太郎、オーダーストライク、大将の太郎が救ってくれるのか、ナルトを止められるか止められないか。まずは同キャラ、おー、ダッシュに白山と先行流し、上先行が全く当たらない。太郎の反撃が入り、ちょっとリード、まだ穏やかだが一度触れ出すともうどっちに流れるかわからない。上当て身取って、あー BA になってしまう。これはかなり大きなリードだが、エンディ駒投げ追いついてきてるし、離れていく、わー見ていたが重ねて、いやー重ねてかなり上に逃げる。今度は上に行かない上を追っかけたが今度は下、霞がそこそこの状況でまず1人ナルトカがリード B、 あー後から当てに行ってしまう。強気の当て身かなり取っている。お、いやーいい反応ですね。下白山だ、強白山強い。まだも強白山取れるが今度は届かない。まだクーラー側はかなり残っているので、ここからというかまあほとんど減ってないですね。一発 3C カウンターから当て前転昇竜、これ脱出すると K ダッシュ側がどんどん悪いことになりやすいですね。この無理な脱出は、いやいい感じです。場所がいい。ちょっと欲張ってしまったが3セット目 2.5 セットはいけず、3試合当ててこの当てつつ裏に着地、ちょっと高い支援はいけないか、投げ、ああいい打ち、これ以上固められるのは野党強引に割り込もうとしたが、でが相打ちになってくれたといったところか。裏ロバ1枚、Kダッシュはネーメスを残してゲージがたまりつつある状況的には、ナルト側はかなりこう理想の形でしょう。あいち、いやいい感じに空中で軌道を変える、スピードには十分ついていってる。あとはこうネームレスゲージが相当たまりつつあるので、どういう試合になるか。前もうもはや一触即発といった感じ。おっ怖い、お逃げジャムシー、いや引っかかる、あ慎重に落とされないようにかぶせていく、いやロバートの置き攻めをかわして、ここは完全に運でしたが、その後はコンボをきっちり決めてナルトの勝ちです。 2-0 になります。だって1回で終わりだもん。使ってんじゃん。大会しか使わないもん。え？大会しか使わない。大会でも出てくる。あとはうちらとゴーフェニックス組で。じゃあじゃんけんしようですか。じゃあうちらあっちみたいな、はい、次の試合先に座るのは 1P がゴー、2P がワシミヤ。これは身内対戦ということになるのかな。 K ネムジョンといった形ですね。対するワシミヤ側は K クーラ草薙、Kダッシュ同キャラ、非常によく行われている戦い。かぶせて前 B、ゴー側が攻めている。まずは中央に舵を取りたい。中央に逃げる。かなり行われている試合ですが、これ嫌という人多いですね。私これでもこの Kダッシュ同キャラ大好きなんですよね。間に合わない。ヒートドライブで倒しにかかる。ジャンプ CD では確かに怪しいところ。おお丸々1人分持っていかれてしまう。これはでかい。おっ後転を追いかけるような確定していますね。クーラで追いつけるか。3試合当て逃げジャンプで一発当て逃げ飛び越えてくる。裏側も火力は決して低くないんですが、高い火力を出すには少し当て方に気をつけないといけない。上からジャンプ DBBB 打撃型が減るので小技がジャンプ DBBB でもそこそこ減りますね。クーラー優勢、うわー下がって昇竜よく見ている。状況はかなり覆った感じですね。体力がかなりある状態でゲージが勝っていて、そしてこの組み合わせジョン使いは非常に厳しいと言います。73とまで聞いたことありますね。上が通る、転ばして D 投げ、ガードフロントが続かない。少しダメージを取って中央に逃がす。おっ、ジョンフン紙一重のところでかわす。さあクーラ側がいつ行くかと煽る、上が通る、これはいいタイミングの飛び込み、体力はほぼ5分。あーちょっと遠い、高いダメージ、親しい前、クーラ側がしかしかなり前線したので、この先はどうなるか。ゲージは草薙だが体力はジョン、上が通る、これはでかい、当て投げ、いやガード投げか、これは危ないところ。いやー昇竜やるしかないでしょうね。あわやといった完全クソゲーが発動してしまうところでしたが、ギリギリ続かなかった。ネーメスのゲージは多くないが草薙が減っているので、こうもう一度決まったらといった感じですね。でかいのがしかし草薙のパワーも端を含めると当然すごいので、何が起こるか。飛びが入る、これはオロチナギ、まだしかし続いている、警戒して少子ガード、感覚は難しい。いやーガードガキャン削り合い、あー厳しい、ダメでガード後ろ、わー取ってきた。ゲームオーバー。はい、キャプさんが試合なんでちょっと変わります。はい、ゴーさん対キャプさん、前方はキング対 K ダッシュ。K ダッシュがまあ有利な組み合わせではありますが、ゴーさんもやっぱやり込んでるんでね、見せてくれるでしょう。さあこの位置に行くと結構キング側がと思ったらアイブラックで、さあ端をどれだけキープさせられるか。おっとこれはおいしい、あダブルストライクじゃないのそこ新しい、当たるんですねおしゃれですね。さあ先方取ったのはキャプさんのKダッシュ。さあここで KK、 いい飛びが入ったか、あと漏れたけど大丈夫、アッパーが強い。さあここをおっと、ここを無難に体力を減らさず、もうほぼ全回復でゴーさんのKダッシュが取り返す。でキャプさんは草薙かな、草薙これね、Kダッシュが有利だとは思うんだけど、一回初コン食らうともうKダッシュとかも関係なくなっちゃうんでね、そこがやっぱキャプさんうまいんでね、差し込んでくるところが。さあ端がさあ入れ替わる、あっとあっとここはいきませんでしたね。さあ体力はそんな差はないですね。うわいいのが当たって、あと前 B が出なかったか。おっとここはああ角安ね、ちょっと難しいんですけど一応 C 前は入ります。安定取るならしゃがみ C 前 B シャラーとかですね。あっとここは NC の NC スカリに勝利を合わせていく。さあ追い詰められたのは郷さんで、キャンプさんのゲージもしっかりあるんでここは気抜けないですね。体力があるとはいえ、あっ減りますよこれは。8割ぐらいいきます。おっとミスる、うまい、いいジャンプし、ジャンプ A があったで、あっあー角安だったが、さああと一発がなかなか取れない。ここはちょっと体力を減らされましたねけど、まだネイマレスなんであります。ゲージは2本あるかな、2本はないけど、あっとなんだ、さあはいもう分かんないです。2ゲージになった瞬間分かんないです。もう刺さればいきますね。あっとここはうまいですね、キャプさんが暴れ防止を。さあ次に出てくるのがフェニックス、さあ3度の優勝を誇るフェニックス、相方のみで3度の優勝あでも先週勝ってんですよねフェニックスね、奇跡が起きてねさあフェニックス霞対Kダッシュ、さあキャプさんこの組み合わせうまいです。俺は一番嫌ですね霞でやっててキャプさんのKダッシュが、まあでも大会一発なんでねまだ分かんないですけどどうなるか。さあおっと漏れた前 B、 さあカズキックが端を、あとここはさあでも十分なダメージを取っているぞ。しかし小足が当たって、さあ置き攻めここを耐える、ここは新昇竜、あーっと見づらいですね、見づらいジャンプ C が、しかもちゃんと金 A でつないでましたね最速の行動で。さあ中継裏ロバート、さあまあここはちょっと痛いのはちょっと厳しかったかな。そう無難に裏ロバゴーカズキック、裏ロバ結構ねうまいからね。友人客呼ばれている、あと体育走り強いですねやっぱ。あとここは暗い投げマイビー、さあ結構お互いなんか落ち着いた。あっとあさああるか、あっと出なかった。さあ体育苦しいぞ。ああここはさあ残るはパオ一体苦しい状況です。草薙結構ねこれいけちゃうんすよね。金 D ガードすると危ない、まあビタですけど 3D 果敢なんで、キャプさんぐらいの精度があるとね、あそこから発動コンボまでいかれる可能性あるんで。さあ暴発して、さあ背面投げ逃がさない、さあ見えない、さあ隙間あれば死にます、決まらない。ドン、さあどうする、まあ打つしかないですね。もう後ろに転がっても当たっちゃうんで、前に転がってもダメなんで、まあほぼ積みな状況でしたね。さあ勝ったのはキャップはシミアチーム。ゲームオーバー。じゃあうちらの試合ですけど、こう得失点差も勝率が同数なら関わってくるのでといった感じ。今いい勝負なの？その数字見てなかったけど分からん。決着つくまでやる？どうせ昇竜出すんでしょう。変わってんですか？試合内容変わんないよ。残り2試合になりますね。この試合ともう1試合です。 1P、KJ、2P はシミア。オーダーセレクト